なに埃っぽいのよ。見渡す限りどこもかしくも殺風景な荒野が続くばかり。こういう時は水浴びしてすっきりしたいわ。世界にこのような場所があるとは思いませんでした。私は本当に何も知らないのですね。なんだ今の音は。私にも聞こえたわ。何かしら。どうも嫌な予感がするな。ふむふむ、どうやら足元から聞こえるのは間違いないでしょう。足元って、おいおい勘弁してくれっての。まずい、ここを離れるんだ。バレリア、弥生、シェルファニール、腕は動く、足は体を動かすことはできるか。ここは地下水脈か。まさか地面が崩落するとは。この音はまさか。俺はこんなところで死ぬわけにはいかない。俺には果たさなければならない使命があるんだ。俺には。なんだ、誰かいるのか。これは女性の。この感触は…何するのよ。どさくさに紛れて変なとこ触らないでよ。すまない。まさかその、いや、なんと言えばいいのか。もう触るなら触るって先に言ってよね。じゃなくて、そのことについては後でいくらでも謝る。それより怪我はないか。着ているよりも脱いで肌を合わせていた方が暖を取れる。いや、それは分かっている。知識と現状を照らし合わせてだな。それが得策であることは理解しているんだけど。分かっているなら早くしろ。こうしている間にも体力は奪われていくんだ。
責任取りなさいよね。その前に